梅雨入りしたけど全然雨降らんのでいろいろ仕事ができていますが、田植え機の整備もしなきゃいけないのでね、ちょっと具合の悪いやつの植え付け部の部品を交換しようとしてるんですけど、どれがダメだよ、調子悪いの。パッと見ほらこれも食べてます。泥入ってしまった。泥入ってしまった。これとこれはまだ。これも泥入ってってこと？これも錆取るってこと？だからほら、泥入ってし、まあ今。まあ、こんな状態やったら、まあ、この前のあれやから抜いてみて、こういう状態やったらこれ引っかかるから、もうそれは交換。GPS でコントロールしとる。コントロールしとって、ウエスケーブで見して。ムラあったら、これこの前のやつやろ。調子悪い、あの4番の。これ。そっちやけど。あと、まあこれ外して。確認。こんなんが何本もおるかたらちょっと大変や。何本かおりいそうけ、その砂入っておりそうなやつはやばいよね。だから2、3、4本おるかな。抜ける？いや抜けないけど、これは別に抜けないけど、問題が何も。植え付けシャフトのステム、ガード、ガイド？これ、ダストシール。これダストシール。バイブで言うダストシール。とりあえず全部蓋を外してみて、番号わからんもん、ほら、どれがどれかわからんか、全部番号打って。ああ、ちょっと番号で対応させてる。まあこれ一番の一番やし、まあ当たりとかいろんなもんもあれんけど。まあ基本的に戻す。まあ戻すと。一番消耗の激しい植え付け部ね。まあこれは外してみるのはちょっとわからんところもあれんけどね。シャフト、素人外してちょっとさっきここら辺見とったんだけど、シャフトの状況見なか。大丈夫かな。でもこれもうほらこっちこそ刺さるね。これ刺しとれんけどね、これどこからなってちゃうからね。まあ、これは大丈夫かな。いや、これもなんとなく砂入っとる。いや、まあ、そういう人で全部入ってる。まあ、これは大丈夫かな。ね。これもちょっと入っとるけど。ちょっとこれね。で、これはちょっと、これはもう完全にほら。錆びとるもんな。高かったから、引っかかった。カスカス言ってる。一つでじゃん。なんか悪い。ここでこれ。これはなんか大丈夫そう。これ先封鎖して。これまだ。これはまあ綺麗。これ一人の感じ。これまあ。普通外が一番痛めんけどね。まあで一番ひどいやつとりあえず外して。くるくる回ってこれを押し上げてみたら HST が回っとるやん、だからこれは HST って回って、でこれはこれでピンやね、これピンピンで、ちょっとすごく抜けにくいと。抜けにくいちょっと。でも抜ける。ほらオーリングが入っとるの。いや、やっぱね硬い。錆びて錆びてこのところ外すやろ、これでこの
ロッカーアームって言うよね、バイクで言えば。ロッカーアームね、なんちゃうね。ここにカムがおれんけど、見えるかな、ほら。見え、さすがに、真っ暗で。カムシャフト。ちょっと待って、ピント側。見えるの、カム。カムマップ。あー、ちょ、もうちょい。ちょ、そこに寄って。こっちの方がいいか。回っとる、回っとる。じっと、じっとしとって。カムが回っとる、カムが回っとる。チラッと見える。うん、じゃあこれバイクでいい、ロッカーアーム。まあロッカーアームっていうのは何ていうのかな。これでこうやって、よし。で、中に、この軸受け、まあバイクでいうステム。ステム。が、バイクで言えばステム。ステムね。うん、これまあ、これ、こっちからこう入っとって、抜くと、うん。で、これが、こうなるんやけど、うん、ね。だこれもこれも減るや、これも減るっちゃ減るし、これを抜いて、でまあこれとこれを交換かなと。オイルシールはどこに入ってる？オイルシールはオイルシャコに入ってるね。こうやってね、これオイルシール、うん。オイルシールの上にダストシール、くちゃくちゃやけど、ダストシール。それを要するにゴミが入らないように、うん、それも交換やね。これとステムとシャフト、ステムとシャフトね、うん、まあまだまあね、もう300、400、400以上使えばもうここら辺山も減ってくるし、カムも減ってくるし、ロッカーもやっぱここら辺も減ってくる、まあ、そんぐらい変えたもん。でもこれそこに書いたら2万円ぐらいするよね。うん、だからまあまだ部品で交換して安く仕上げる、うん、まあ要するにあの整備出すところ部品はそんなに高くないんやけど、人件費だよね、うん、そんな人件費かかるんないなら、いっそのもとこういうふうにほらバサッと新品と新品アセンブリ交換出ました。まあもうもうメーカー得意のアセンブリ効果やね、バサやね、うん、まあ数字ね、まあこれは緊急用やわな、田んぼでぶっ壊れたらはい交換や、はい交換するね、ということでコストダウンを図っております。まあ人件費はね、やっぱ整備に出すと、だから一緒のことはすでにした方が早いわね。まあほらほらこれあんま減っとらんかな、大丈夫なんかななんて思いつつこれを抜くときはもう全部バラさな、これがあの分かるよ、熟系の原因かな。まあどっちみちこれも抜くし、あとは人件費、俺のってことや、はい、俺の人件費はただの、まあ、バイクのあのカムシャフトと似とるから、あのタペットのあの辺と似とるから、まあ、まあ、あれ5畳やから10気筒エンジンみたいなもん、うん、まあまだ16気筒じゃないだけ喜んでるけど、ほや8畳上やるってことは死ぬわ。でこれがほら、でこれで部品を引っ張ると、ここれとこれかな、これとステム、これ何つうのか、40番はブッシュ、押し出しブッシュね、うん、こんな感じかな。1234点交換で、もうそんぐり変えれば変えたり、またまあこんだけの部品ならそんなに高くつかないような、とも2万円は1000は値段書いてないんで、うん、値段書いてない、さすがにさすがになんか問題あるやな、普通になってくるし、まあどっちみち変えんなもんやからね、うん、はい、ということで梅雨の間にね、納車前に一応整備して収めてしまいたいと思っています。イエーイ。
いい感じで、バイトできていますので、ちょうどいい感じのおしめりで。まあ、やれるだけバイドしてみますね。ちょっとシケットってあんまり土も上がってないような気もするけどね。除草効果はあるやろということで帰ります。あんまりね、濡れてたり乾きすぎててもうまくいかないんでバッチリでございますね。あとは次雨降るまでにこの辺一帯全部ね、バイトできればナイスでございます。頑張ってね。イエーイ。